なんで韓国はそんなに見た目を気にするか。全部スペックは出来上がったとしても外見がちょっとイマイチだと競争から負けるんですよね。大学入学の時とか就職の時に親がプレゼントとして整形代を出すみたいな報道もあったりするんですけど、そういうところって実際はどうなんですか。うちのいとこもそうですね、高校卒業でやっと目いじったみたいなのも普通にあります。本当に私は本当にもう手術じゃなくて、なんていう、だからもう今は施術とも言わ、今は目の周りはもう話 もう口に出さないですよ。目はもう整形にも、まあ、ブレントでもない今もない、うん、ちょっと やってきたみたいな。なんか日本ではメスを入れるまでいかなくても、うん、二重に糸でこう止めて二重にしてもらうとか、そういう簡単な施術をプチ整形って言うんですけど、じゃあそれは韓国ではもう当たり前っていう感じですか。その目の話が今出たんですけど、韓国だと今は派手な整形するんですよ。もう隠さないので、すごい今派手にやってます、うん、普通に、まあ、これの、まあ、根底にはやっぱり韓国ってその国が狭いのに人が多いじゃないですか。あと競争が激しいので、やっぱりこう留学してきた人も多いし、学歴社会だから全部スペックは出来上がったとしても外見がちょっとイマイチだと競争から負けるんですよね。外見もスペックの一つだと思ってる人が多いです。ウェモ自賛主義っていう言葉があって、これ、まあ、英語で言うとあのルキズム、これあの宗教とか、まあ、人種とか性別みたいに一つあの人をあの差別する要素として見た目を指摘するんですよね。これまあ一つのそういう理念として、取り上げて、できた言葉なんですけど、実際この言葉が出た背景、なんで韓国はそんなに見た目を気にするかっていうことがあるんですけど、前は食っていくのに精一杯だったんですよね。それが今はまあ仕事ができて、まあ、余裕ができたというところで、2000年ちょうど韓国が、まあ、IT 強いんじゃないですか。あの時にハドリっていう出会い系サイトがあったんですよ。ウェブカメラのそのハドリのチャット機能があって、相手と会うのにこう見た目が見えるようになる。でそこでハドリオルチャンっていう言葉が初めて出たのが韓国のオルチャンの歴史なんですよ。オルチャン、ハドリオルチャンっていうのが出たんですよ、それいつだ、2000年からスタートなんですよ。あそこで初めて言われた言葉がオルチャン、なので他は知りません。顔綺麗、オルチャンっていうのがすごい注目されて、なぜかあの時にデビューしたアイドルは歌できなくていいです、あのダンスできなくていいです。顔が綺麗であれば芸能人になれる、モデルになれる、アイドルになれる。本当に今のアイドルよりもあの時の方が良かった。顔は、顔はめちゃめちゃいいんですよ。ただあの時に一般人が芸能人になれるっていうチャンスなんですよ。で実際なれるんですよね。憧れの存在なんですよね。この人にならないといけないよね、あこの人がいいよねっていうのがすごい流行ったんですよ。これがなんで流行ったかっていうと、じゃあ TikTok がなんで流行ったかなと一緒なんで話がもう終わらないんですけど、まずあの理由はそこです。あのハドリのパソコンのソフトウェアなんですけど、そこで出会い系のサイトで綺麗な人がやっぱりこう人気を持つことになって、見た目イコール経済力だ、自分が成功するために必要だっていうことでルキズムがずっとこう来たんですよね。それがまあ一つの原因ですよ。でなのでそこであの見た目が綺麗な人はよりいい特典が社会から得られるんですよ。就職がよくできたりとか、芸能人になったりとか、やっぱり結婚もしやすいしっていう風になったんですよね。じゃあその2000年がルキズムの元年みたいな感じだったんですね。そうですね、そこから始まったっていう感じなんですか。はい、じゃあ例えば美容整形って、まあ、さっき目の話がありましたけど、今韓国での美容整形の最新のブームってどういうものなんでしょうか。今やっぱりリフティングですね。リフティングってここになんかこう糸を入れてこうやって引っ張るみたいなものがあって、はいはいはい、今もうその時代じゃないんですよ。すで、うんうん、にあの今は積極的に切開をします。切開をして骨削ります。まあ、今の一番の主流になってるのはここなんですよ。昔は1歳でも若く見えるための整形、綺麗になるための整形なんですけど、いろんな整形をしてみました、まあ、目をしました、鼻をしましたみたいな感じでやっても結局バランスが悪いと綺麗に見えないよね。で今一番注文が入ってくるのがリフティング。顔面ゴさんっていうんですけど、顔面を本当にそのまま引き上げるってことです。ここを切開して、うん、なのでこういうのはもう古いです。もうだからもう本当に15歳くらい若く見えるんですよ。で、あの前はだから綺麗になるため何個芸能人の顔にしたいとかっていう人が多かったんですけど、今は5歳じゃなくて間違いなく確実に10歳下に見える顔にしたいんですよ。整形したって言われていいから、間違いない結果を出したい。の50代以上とかはやっぱり切開して積極的に上げる、確実に上げる手術をして、まあ、30代とかもっと若い世代は無数の超音波で焦点当てて、
構コラーゲンの再生を促進するウルセラリプトとかやってる人、はいはいはい、多いですね。だからそのウルセラとかが、まあ、多種的にはみんな知ってるんですけど、それを毎年やってれば、まあ、やってる人とやってない人の50代は全然違うっていう話があります。모두에게뽐내세요당신의매력을소중한당신과소중한사람들을위해선까지관리하는화장품아이디ここで女性たちが学習ができたんですよね。なんかこう少しでも整形したらすごいなんか非難されて、男性もなんかああいうなんか変な怪物と付き合わねえよと言ってるけど、実際整形をして綺麗な人が金持ちと結婚できてるし恋愛できるし、女性言ってる女性は結局自分はブサイクだと妬んでるだけだという学習ができてるんですよ。なので今は全く抵抗がない、間違いなく整形に見えて可愛く見えるのが主流で、あの芸能人ってなんかこういうなんか綺麗だとそうやってやってくださいっていう方多かったんですよ昔。あのハンガインの花ってここは入れないけどここだけポロンと上がってここがちっちゃいみたいな整形が流行ってたのが、今はもう間違いなくここバーンっているんですよ。ここからバーンっているここだからちっちゃくしません、今はもう出しますみたいな。唇も前はここだけこうやってちょっと上げる整形をしたのが、今はもうポロンとみたいな、整形しましたみたいな、でもめっちゃ、まあ、間違いなくセクシーみたいな感じで整形をするのが今は流行りですね。なので芸能人ってやっぱりこう自分の顔が綺麗っていう人がいるけど、それが実際画面の前でも綺麗なのかっていうのは違うんですよ。あんまり自然じゃなかったりとか、撮影用の整形だったりとか、画面って結構3割減だったりするじゃないですか、だからもう芸能人って、まあ、顔画面ではすごい、まあ、可愛いねってくらいだけど、実際見たら鼻こんな高いし、なんかおでここんなに出てる人とか言うじゃないですか。だから仮面に写りがいい整形を求めたりするんです。なので今の流行りは、昔は芸能人の写真持っててこのスタイルにして、ハンガイにしてください、ジョンジアンにしてくださいとかあったんですけど、今はインフルエンサーの写真を持っていくんですよ。もう自然、なるべく自然なのにはっきりとした綺麗、目でかい、唇でかいみたいな、そういうなんか整形を求めてる人が今多い。なんとなくハードルなんか低そうに思うのかも、自分でもちょっとできるんじゃないかなって思うかもしれない、芸能人ではないかね。お二人の身近なところにその整形をして、もしくはさっきのリフティングをして、こうすごい綺麗になったなと思う方って実際にいらっしゃいますか？あ、います、います。あ、めっちゃいますよ、日本にもめっちゃいます、私の知り合いのお姉さんが、やっぱり顎をこう削ったんですけど、やっぱりこう輪郭ってやっぱりすごい影響大きいんですよね。やっぱり人がもう他人になっちゃうんです。やってもやっぱり、まあ、その人ってあることは分かるじゃないですか。でも、もう顔の形が変わっちゃうと本当にもうすごく若く見えるし、あ、そういう人ってやっぱり肌の弾力とかももちろん気にするんですよね。から、まあ、まあ両方やっちゃうので、やっぱりやってない人より全然10歳以上若く見える。日本でももちろん美容整形のクリニックとかってありますけど、値段が結構高いというイメージがあるんですが、韓国での価格帯ってどういう感じですか？若い人でも気軽に行けるような感じなんでしょうか？日本に比べると安いんですよ。値段自体を今言うのはちょっとできないんですけど、日本よりは安いですが、あの整形は一箇所とかだけじゃないんですよね。だからたくさんやるのでやっぱり数百万円かかるんですよ。なのでそれを若い者ができるかって言ったら、何歳だって大変ですよ。ただ負担にはなるんだけど、そこまでやるしかないっていう社会になってるっていうのもありますよね。急激的にソウルが大きくなって都市化されたのも一つの原因として皆さん言うんですよ。人を判断するのに詐欺師めっちゃ多いし、まずだから第一何を信じるかって言ったら顔から見るのがめちゃめちゃ多いんですよ。実際韓国の面接官に聞いたら、見た目で選んでるっていう人が 94% だそうです。でも最後の最後は見た目を見る、やっぱり見る、選んでるっていうか、いやでもそれ人間だったら当たり前だと思うんですよ。だからやっぱりあの見た目でそんなにあの苦労してお金がかかったりしても、それはやらないと損だよねって認識を持ってる人が多い。そして最近は本当にこう整形してダウンタイムあるんです、まあ、その時も普通に包帯のままに外に出たりとか、まだむくんでるのに外に出たりとかっていう人も結構います。その結構積極的にやってる人ってやっぱりインフルエンサーが圧倒的に多くて、やっぱりこう普通の会社と収入が桁違いじゃないですか。あとそういう人がまあ積極的に発信してるから、まあ、全体的にたくさんの人をやってるように見えるんですけど、まあ、普通の会社員とかはやっぱり、まあ、そこまでの経済力がちょっとやっぱり厳しいのもあるし、基本的に清潔感を保ちたいとは思うので、まあ、皮膚科に行くぐらいですかね。皮膚科に行くのはやっぱり日本より数倍多い気がします。日本では例えばその美容整形をした人とかってあんまりこう周りの人にバレないようにするっていうようなイメージがありますけど、
韓国の人ってこことここ直してきたみたいな感じで自分から言ったりすることはありますか？自分たちで共有します。どこが安い、どこがいいとか。なるほど、はい、隠すこともないと思うし、恥ずかしいと思わない気がします、うん、あとそれが何がいいかっていうと、さっきあの J ちゃんが言ったように金持ってる人たち あのコミュニティじゃないですか。で、私ここやりましたよって言って仲良くなってる人が大体セレブの可能性が高いですよね。もうやったとしたらなんでやったのっていうより、みんな大体可愛くなるから、可愛くなったねって上級してっていう風な雰囲気になるかなと思います、うん、それはあれですか、男の人もそのお金のある人はそういう感じですか？あの男も今積極的に整形をしてるみたいですね。やっぱりあの花とかはやっぱりみんなやってるらしいですよ。あ、そう、男の人は目より花が多い、うん、花、うん、すごく最近のドラマとか見てて特に思うんですけど、ちょっと前までってヒロインって二重で目がパッチリして、うん、お人のような顔の人が多かったんですけど、最近一重の目が細いヒロインとか何人も人気がある人が女優さんでもいるじゃないですか、それはやっぱり最近の人気の傾向なんですか？たまたま人気じゃないんですよ。ただ芸能人じゃないですか、うん、先ほど今のトレンドにインフルエンサーたちの顔になっていくんですけど、芸能人はやっぱりそれに捉える必要はなくて、うん、逆に自然な顔をやっぱり見たいっていう人が多いんじゃないですかね、うん、今のただトレンドではないんですよ。ただそういう顔が実際観光に多いんですけど、でも出た際はあ、すごい新鮮だねっていう風な反響がありました。うん、なるほど。じゃあ別に彼女たちの顔が今トレンドの主流ってわけではなく、まあ芸能人だから個性がある人がいいよねみたいな感じ。そうですね。相変わらずインフルエンサーっていうのは昔の通り二重パッチリパキンみたいな人が多い。やっぱりそうですよね。人絵の人いなくね、うん、最近あの写真撮るときにフィルターかけるじゃないですか。フィルターかけた写真のように整形するんですよ、うん、あ、なるほど、うんうん、だからこう実際会ったときに差が出ないように、そうそうそう、ここ削って、うんうん、당신이귀엽기만한것은아닙니다당신은정말예쁘거든요선까지관리하는화장품아이디今日本だと、まあ、そうは言っても現実はみんな可愛くなりたいとか思ったりはするんですけど、メディアとか私たちもそうなんですけど、やっぱりルッキズムって辛いよねって、うんうんうん、なんかルッキズムでやっぱりこう生きにくくなってるよねっていうような記事アプローチが意外とあって、うん、アンチルッキズムっぽいこう記事を作ることも増えてるんですね、うん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 、なんですけど、その韓国でそういう動きってあったりするんですか？あれはあくまでも理想的なことであって、実際はそうじゃないと、うん、結局この社会は綺麗なかっこいい人を求めてる社会なんですよ。それを変えることはなかなかできない、うん、言ったって自分が敗北者として何もやりたくないっていう人になっちゃう。なので何もやらないのは良くないよね、まあ、でもやるところまではやろうねっていうのが一般的にまあみんな持ってるので、逆になんかすごい昔だとそういうのがストレスだったかもしれないですけど、今もうみんなやってるし、まあもう認めてる風になってるのかな、うん、でもやっぱりちょっと多様な美しさを認めようっていう動きは定期的に出てます。